久保さん、チャット GTP に乗っかるっていう、にしましょうか。今ね、あの、僕のコンサル生がですね、乗っかってまして <laughs>。まあ今日もね、毎日、まあ本、電子書籍出版してるんですよ。毎日、まあほぼ毎日ペースですかね。まあちょっと予定があるときは空きますけども、もう1日1冊ぐらいのペースでできるようになりまして、今ね、トータルで、1、2、もう5、6、7、8、9、0 10, 10冊は超えたか。 超えてきまして、すごいでしょう。で、これ実際にもう、まあ、あの、もうロイヤリティも発生してて、いくらだったかな ?1,500 円か1,300円ぐらい発生してるんですよ。この、なんだ、数週間なんですけども。だからまあ、ね、例えばブログアフリエイトで、数週間でアフリ報酬を発生させるって、まあ、かなり不可能ですよね。 まあ、ツイッターとか他の媒体をやっててブログにアクセス流すんだったら別ですけど、ブログ単体で数週間でアフリ報酬を発生させるっていうのは難しいと思います。<laughs> なんで、あのー、これ、ま、アメリカでも今も事例があるんですけど、アメリカで、さっき Yahoo で見てたんですけども、もうその人はチャット GTP 使って1000冊以上出してるんですよ、電子書籍をね。で、印税が30万ぐらい入ってるらしいんですね。だから、ま、このペースでもう1日1個ぐらい作れば、 まあ、普通にね、1年で300冊ぐらい作れるわけじゃなくて、普通にね。だからもう、で、しかもまあ、なんだ、あの、いろんな、なんだ、トレンドの本も出せるし、ロングテールの本も出せるし、これもう、めちゃめちゃ老後の司祭になるのかなっていう。で、この今やっている方は50歳、えっと、58歳で、今月59かな。もうだから60になるんですよ。 なんで、あのー、老後の資産には非常にいいんじゃないかなっていう、<laughs> 老後印税生活ですね。チャット g t v を使って印税生活ですねうん。これ普通に、普通に自分で手書きでやったりとかして、1日で1冊とか無理じゃないですか。どう考えてもね。 <laughs> そう、結構ね、だから今、ガンガンやってもらってるんで、ノウハウどん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 蓄積されてるので、まあ今後多分、あの、このエビデンスが増えてったら、多分おそらく、老後の印税生活みたいな、老後印税生活みたいな感じで、プロモーションするかもしれないです。うん、で、まあ僕がジョインとして、まあ紹介するみたいな感じですよね。これめちゃくちゃいいと思いますね。うん。で、あとはやっぱね、あの、僕はこの電子書籍に関しては、 やっぱ作れるようになると作品ができるのでなんかその楽しみみたいなのもできると思うんですよね、うん、やってて一つのそのアマゾンっていう大きな媒体に自分の本棚を作れるっていうねなんかそのそこがステータスとして一つその続けられないモチベーションが上がらないけど上がらないっていう理由もそこのアマゾンっていうびすごいその 市場に自分のこの本棚を作れるっていうのは結構あのモチベーションはいいんじゃないかなと思いますけどねはいいってらっしゃい